ラーメン大輝の生田です。どうもよろしくお願いします。なんだよお前これ、ダメだなと思ってやらない。それダメって何？デリバリーのプロジェクトとラーメンのプロジェクトを作って、でその以降は YouTube 続けていく強さってやっぱあると思うんだよね。これ何のためやってるの？ラーメン職人はラーメンでしか表現しちゃダメなのか。何かする時も何か伝える時も伝えやすいものから伝えて、ラーメンをラーメン作るのが仕事だろうと。一番みんなが求めてるのはここかなと思って、まあ、今みんなね、すごいでしょ動画って、まあ、すごいでしょっていうのみんなすごいもん。そう ね確かに、まあ、必要な人にとってはね、それを見るからね、うん、俺の友達は魚をさばいてんだけど、それだけですげえ海水いってんのよ、でそれどうやって仕事と結びつけるのって、いやー今度魚のなんかね仕入れたの売ってみようかな、プレゼントしようかなって言ってたけど、その魚でもさばいてるのが好きだから買うのがないんじゃないかなと思いながら、でも分かんないよね、そのさばき方をみんな見たいってこと。そうそう、だけどそれでね100万とか70万とか、そんなのがあるの？それも居酒屋の社長さんだよ、で言ってないんだよ、その、ね、社長って言ってなくて、まあ、見てる人は確かにいるんだよ。あの立石の方になんか面会けんけんって店あるの知ってる？もう超有名よ。あそこの大将が今すごいらしいよ、うん、けんけん登録者数が。ずーっと YouTube やってるらしい。ほんと？めっちゃ面白い大将よ、うん、形成立て。そう懐かしい。もうあの親父の YouTube がすごいらしい。メガネかけた15年ぐらい、うん、うわ懐かしい。4年前からやってんの？そうだよ。いやすごい自由でしょ。よっしゃ行こうか、行こうか。今の何、準備運動みたいな感じなの？今日なんか何だっけ、ラーメン愛とお金愛か。ラーメン愛とお金愛、うん、どっちも大事でしょう、うん、いつもどんな話してるの？ツイッターで。あ、誰が出たの今まで、過去ログで。絡むの初めてだよ、人と。あ、本当？初めてで、行くと初めてで。じゃあ、どれで出てくる？ちょっと、あ、これ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 、これ、あー、ほんと出ない、絶品餃子。もともと食べ歩いてるからね。そうそっちの方がいいんじゃない？そうなんだよ、うん、でしょ、うん、じゃあ、生田がさ、ストルデイってやるストルデイストルデイですね。ストルデイチャンピーン。そうだね。お前知らねえと思うけど、俺お前の帽子買ってるからね。マジで？お知ってるよ。嘘つけよ。本当だ。なんでそんな、この帽子買ってるからね。ありがとうございます。余ってんで、200個。たけよ、こんなこと。まだ言うな、お前限界いくらと思ってんだよ。当たり前だよ、アホ。お前ニューエラーだぞ、お前。何がニューエラー？バカ野郎、お前。で、生田はさ、じゃあラーメン屋どこ好きなんだよ、東京で。ラーメン屋さん3軒。あ、でも万来、やっぱり家近かったり。万来は好きなんだ。あとね、マルシンとかね。マルシン、大木久保、大木久保。何が、何で好きなの？マルシアの何がいいの？節の甘いの、あの、なんだっけ、味節とか諸節とかわかんないけど、ああいうなんかこう、最近ないじゃん。何使ってるとこないと思う。あそこの近くにいい乾物屋があるんだけど、ここから入れてるのかなと思って。あの味、懐かしいよね。スープが好きなんだ。で、甘いのがまあ基本的に好きじゃん。そうそう。自分が作るときは最近は砂糖入れなくしてるんだけど、甘すぎるから。万来は何がいいの？万来は、麺が結構好きで。肉ももちろんね、あのちょっと作って似たようなやつだけど、何が好き？まあ麺が好きだっていうのは。手打ち風。で、もともと辛いのもすごく好きね。いろいろ味が入ってないっていう。そうそう。あと何が好きかな？食べるとこだっけな。都内でしょ？都内じゃなくていいよ。まあでも、長寿県ってよく行くね、最近。どこ？秋田の方もね。すごい。秋田？めっちゃ暑いやつね。まあまあ、行ってもらったら本当いいラーメンだなって。秋田の長寿軒、この前秋田行ってきたらよかったな。あ、本当？どこ行った？空港だけ行って青森にすぐ行ったけど、一文字ラーメンとかさ、あるじゃん、一文字って、まあ、なんだよ、面白いんですよ。うん、作れない、もう作りたて。あ、そういうのいいね、こう作れないのを家で作るっていうのがいいよね。うん、編集できないかな。じゃ家で作るの？いや、結構作るよ、家で。ラーメン、うん、料理できないけどね、全然ね、男飯だったけど、鶏肉とかね、あのスーパーを移動が多いからスーパーに買ってちゃんと、まあ、ちゃんとっていうのあれだけど、まあ家でしか作れない味になっちゃうよ、ね、鶏と豚煮て、そうで、チャーシュー作ってで、煮汁で、しょ、だいたいもううまいじゃん、醤油入れれば。まあね、ね、食べれるし、そうちゃんと熱くすれば。まだそういう作れないのを作ってる動画はちょっと面白いと思うな。あれはあれで面白いと思うんだけどな、なんか興味わかんないんだよな。それ、生田がやりたいと思わないと。いや、簡単だから。何が簡単？その作って美味しいよねって、美味しいから簡単なのよ。で、俺お菓子とかでラーメン作っちゃうのね、うん、俺この間コンビニにセブンイレブンのジャルで5行作ったよ。焦がし味噌。そうそう、あれね、バターがなくて何したっけな、ポテトチップスのバター味を入れて粉々にして、
いやでも風味がちゃんと味噌は味噌はなんかあるけど、ね、あの普通の味噌あれになんかあトマトとか入れてさ、あと昆布茶売ってたよ、昆布茶も入れて、昆布茶入れた入れた、こう五行っていうね、これ共通項があるんですよ、実は、うん、西麻布五行でね立ち上げて、そう宮崎さんがそこでブドウに行った時に立ち上げてやってらっしゃって、でやめて、あの京都に移動した時に入ったの、本当に人がいないっつって、俺5年かな、本当ちょっと寝ながら焦がしてこう頭焦げるみたいな、ラーメンこのラーメンとか言ってすげえ重いわみたいな、重い、忙しかったしね、忙しかったしね、1200〜1300ってたもんな、うん、夜中2時3時までやったし、ね、もう今ないんだよね、ない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 、一風丼になっちゃった、あ、まあ大変だからね、まあ、一風丼した方がいいよ、うん、あれは面白いラーメンだね、あれは本当絶対店が火事になる、ダクトのね、あれ火事になるね、うん、絶対なるじゃん、なったじゃん、なったじゃん、じゃあどこでも危ないよ、片5秒お前、うん、反省だよ全焼だよ、燃えちゃったよ、全焼でしょ、反省だよ、反省、ダクトが油がいっぱい、ダクト火災で反省した、しかもあれ新品の建物で反省だ、うん、そうだよ、消防車9台来たから、危ないよ、俺その時立ち会ったけど、もうめっちゃもう煙臭かったもんね、炭で、炭になっちゃったもん、だからダクトに油が入ってね、焼肉屋もあるけど、うんうん、引火しちゃってさ、まさにもうダクト火災、うん、危ないよ、京都大丈夫かな、そもそも京都も終わったよ、あ、終わったの、終わった、全部ないよ、もう、あ、あの京体結構好きだったけどね、お酒もあってね、今ないよね、じゃあ難しいか、ラーメン居酒屋っていう京体はね、まあ、僕たちやってたんでね、そのあ、まあ、そうだ、最近ロサンゼルス行ってたけど、どう、ロスは、もうみんなどうやった、ロスにオープンしたんだよ、ラーメン大好きですよ、ほんと、みんなね、値段も1000円、2000円ぐらいで食べてもらえるから、もうお店がレストランですよ、ね、でしょ、完全にもう一品料理もあるの、お酒ない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 、全然ない、でレストランなんだけど、うん、完全にもラーメンだけ、もうな、唐揚げも何か、唐揚げぐらいか、餃子は、うん、もう餃子もちっちゃい、こんなちっちゃい、ほんと具がないんじゃないのっていう餃子を、一人いくら、単価、単価2500〜2500ぐらいかな、へえ、いいですよね、だから、うん、スープ一生懸命作ってみたいな、そう、豚骨、豚骨、あれはね、海外はそういうの喜んでもらえるから、まあ、これ伸ばしていくの海外は、まあゆっくりかな、アメリカは、うん、結構みんなバーンってやるけど、うん、どっちかってゆっくりちゃんといい商品をずっと出していこうみたいな感じ、うん、そうそうそう、その方が向いてるかなと思って、うんうん、なるほどね、そっか、そうです、これどこに行くんだ、これどこに行こうかちょっともうちょっとコーヒー買ってくるわ、コーヒーはコーヒー買ってくるわ、面白いでしょ、いつもはじゃあ餃子とか案内とかしてるんだ、あ、でもそれは面白いね、ラーメンの紹介とかやってるもんね、餃子3軒やったよね、あ、絶対それはちょっと面白い、ね、まあそれ強みだからね、ずっと食べてるから、ね、すげえ食べてる、今お稲荷さん食べてるから、今日も買ってきたけどさ、すげえ食べてる、お稲荷さん好きなの、今お稲荷さん好きっていうか、え、お稲荷さんを食べてる、食べ、ま、歩いてると思う、食べ歩いてる、え、大丈夫、逆流性食道炎、やばいやばいやばい、なんで見てんのかよ、やばいやばいやばい、前言ってたやん、やばいやばいやばい、あれなんでなの、食べ過ぎ、食べてすぐ寝るとなる、ああ、そうなの、横になると、あ、そっか、そんな人間の体ってそんな感じ、そう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 、マジで、まあ、僕ら食べるからね、うん、メンテナンスしてます、してるよ、これ、ハリこれね、僕ちょっと僕もなんかツイッターやったら唯一バズったツイッターがあって、うん、皆さん700円800円とラーメン食べてると思うんですけど、うん、その裏には店主の 血の滲むような命を削ったあの時間があるんですよと、でその上での味なんですよ、そこをおざなりというか知らずして、ただ美味しいまずいとかって実はそこのもう見てほしいよねっていうか、どういうことかというと、あの会社だったら PL っていうのがあるで、 BS っていうのは起業してから去年今年とかこうで、その間の成績表みたいな、まあ、どちらか健康診断的なものですよね、今の体ので、その BS をめちゃくちゃいじめるわけですよ、そうやって時間とあれを使って、要は寝る時間が少ないとか体に負担がある仕事とか健康診断も言ってないとか言ってますよ、ちょっと言ってる、言ってる、結構言ってない人多くて、ね、ラーメン屋さんに限らずですけど、でそれでまあ結構なくなるよね、俺の親父が48歳でもう癌で亡くなってて、マジで、うん、48の時ね、だから48で亡くなってるから自分の命は48までしかないっていう発想なんです、うん、だってそりゃそうだよね、自分の親父が48で死んでたらそこまでしか一応はイメージできないよね、ものすごく気を使ってて、だから筋トレを常にずっと筋肉使わないのに6年間、うん、いやいやながらやってんの、やってる、そうそう、あと睡眠ね、できればできることなら、目覚ましかけずに寝るっていうのがいいよね、そのままもう明日はいつ起きるか分かりませんみたいな、大体8時間ぐらい起きるわけだよ、
まだ体がこうねちゃんとなってる状態だからとか、それでなんかこう寝れないとかだと、なんか何かバランスが悪くなってるとか、バロメーターとして持つようになってて、うん、そうそう、その辺すごく気をつける。なんか寝れない時あるよ。寝れないのはね、だからあるある、それはもう脳がこう、俺あれだよ、お金の借金のこと考えた時に、ああ、まあそれは普通一番ストレス、ね、うん、やっぱり。そりゃそうですよ、そりゃそう、そりゃそう、そりゃそう、どうするかああするかね、そう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 、でその時大事なのって何かあったら、うん、普通だとはね、こうそのままね、人に会わないとかなっちゃう、なんのなっちゃう、塞ぎ込んじゃう、本当に、もうダメだ、ああっつって、でもね、やっぱ人と会っといた方がいいですよ、だから社長連中と会って、ね、ラーメン屋さん、ラーメン屋さんとか、全然塞ぎ込まないよ、そういうのに会っとくと大丈夫、全然、うつになる、うつになると、そう、一人になっちゃうから、で俺はこうって。危ない、なるほどね、うん、まあ、健康はすごくまあ意識してるね、俺ね、俺はずっとエレベーターも乗らない、エスカレーターどっち、あ、さっき階段で登ってきてたもんね、ずっと、じゃあ今のところそんなどっか悪いとこない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 んだ、ないない、すごいね、うん、頭がちょっといいぐらいかな、あ、うん、高田チェンジみたいだね頭が、俺はバスケットやってるからさ、今やってんの、もう、うん、ずっとほらサポーター、本当、うん、捻挫壊すけど、ちょっと面白いよね、やっぱひねっちゃうんだよね、そうなんや、ああ、そう、もう癖になっちゃうんですね、うん、それだけはやっぱあれだね、運動があるのがいい、俺とはやりたいけどね、うん、月に一遍ぐらいだけどね、うん、たまに公園にシューティング行ったりね、うん、バスケットいいよね、うん、スニーカー趣味だから、うん、あの、そう、うちに15個ぐらいあるわけ、おお、ね、おお、あの、ジョーダンだ、ビッグベンだ、さ、おお、それを新しいの履きたいがためにバスケットみたいな感じ、 あのバッシュの、このバッシュのこれってすごいよね、そう、それを出したい、新しいのを、あの、自慢したい、あ、趣味、バスケ見るのも趣味、ね、あ、そうなんや、もう趣味の話になってるけどさ、おお、いいよ、俺、ダブルリーグをさ、4年か5年前から実際見に行ってる、女子を、そしたら銀メダルこの前、輝いたじゃん、そしたらさ、高田真希さんとさ、長岡萌子さんってさ、日本代表の人、店来てくれてさ、やばくね、それ知ってて、いや、通販買ってくれてさ、ほんと SNS でちょっとつながって、お前、またあれだろ、2人だけバスケのマーク書いて手紙書いたんだろ、書いてね、絶対書いてね、こういうことやってるんだよ、違うんだよ、お店の裏に、うん、あのバスが止まってたんだよ、はあ、でトレーナーの人に、うん、ファンですって昨日も試合見に行きましたって声かけたとこから始まったから、うん、実際裏に止まってたんだよ、仕事でそこがあれだよ、あの試合の時宿舎だよ、ああそれたまたま手紙は書いてねえよ、え、書いてそうで段ボールバスケットのマーク書いてさ、いや意外にお前だろ、まあ段ボールにマジック、お前だろ意外にやってんだって、いや俺もさ、それでね、通販向いてねえなと思ったのがさ急に仕事だこういうことあったんですよなんだよ、通販した時にその手紙を書くっていうの、うん、まあ当時ね、うん、まあ、やってて、うん、で、もう